おはようございます。皆さん大会の応援ありがとうございました。大会終わって3日間ぐらいはもうほんと好きなものを好きなだけ食べて、まだちょっとむくみ残ってるんですけども、昨日から健康的で筋肥大にももちろんいいし美容にも良くて、最近ハマってるのがオーガニックなんですよ。なるべく添加物とかそういうの使わなかったり、まあ、野菜とかたくさん摂ったりで、もちろん高タンパク高炭水化物で脂肪をつけずに健康的に、あとは1日のね、今日 Vlog 動画になるんですけど、今脱毛サロン経営とフィットネスクラブパーソナルジム経営してて、まあ YouTuber としての一面とね、そんな様子をお届けしていきたいと思います。あとちなみにフィットネストレーナー正社員募集してるんで、興味ある方はアルティメットフィットネスのインスタに DM ください。では、味付け味噌とかね、昆布だしとか、こういうのもなんか最近無添加って書いてあるのなるべく買うようにしてた。実はサロンの場所も移転しました。もう脱毛サロンも、まあ、パーソナルジムとかもこう店舗を増やしていきたくて、だからぜひ働きたい方ね、ほんとどしどし応募欲しいです。肉のタレのいい匂い、鶏胸、アボカド、玄米を全部、うめっ、ほかほか玄米にタレの効いたお肉のジューシーさ、そしてアボカドのクリーミーさが加わるうまさ。バルク中のトレ中は EAA を20入れます。ここ絶対欠かせないのはこのカーボですね、マルドデキストリン。これ体重かける 1g を目安に取ります。アミノ酸を筋肉に送ってくれるんで、筋肉の合成力うんと高めてくれますから、安いし、これは絶対買っといた方がいいです。シェイカーはバルク CEGo! はい、ここからです。せーの、はい、お疲れ様でした頑張りましたねきつかったですね。はい、行きましょう。はい、よし、はい、1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 、
今のオフ期の分割法は2日やって1日オフでやってます。胸、肩、オフで背中、足、オフ、それを繰り返していく感じですね。トレーニング食後はグルタミンを 10g 飲みます。トレーニング後って筋肉の剛性も高まってますけど、分解がすごく進んでるんで、それを
抑えてくれる役目です。かなりグルタミンもね重要。うまなんで増量中の流れとしては60分前にプロテインで、トレーニング中に EAA とデキストリームで、トレーニング終わった直後にグルタミンを 10g で、グルタミン15分で吸収されるんで、その後もう1回プロテインを飲んで、その1時間後に食事っていう流れか。赤身の肉が割と安かった。最近この味噌にハマってて、何でもあるんですね。パスタとか肉とか米とか豆乳も使います。しました。いや、うまそうだな。これはたまりませんね。もう匂いから美味しそうですもん。味噌と豆乳めっちゃ合う。これはうまい。これは筋肉つきますよ。パスタもタンパク質豊富だし、牛肉ね 200g 食ったし。もちもちロール、ドラえもんみたいになっちゃった。はい、といった感じで今日のね動画いかがだったでしょうか。今日食事中心で1日ね割とお届けしました。増量中さすがにカロリーは測ってはないんですけども、だいたい3000ね数百キロカロリーは取ってるかなと思います。でこのペースで増やしすぎちゃうとちょっと脂肪つきすぎちゃうんで、体重の 10% ぐらい増えた段階でまたプチ減量に入ります。それが山本先生のね教えでもあるんで、なるべく僕は脂肪をねつけないで年間通して結構バキバキでいたいなっていう願望もありつつなんですけど、やっぱ来年勝負するならちょっと本当体重増やさないとやっぱフィジークでは戦えないんで、もう今から来年の大会がね始まってるっていうぐらいの気持ちで、もう次に向けて本格的なバルクアップして、またね体一回りやっぱ大きくしたいんで、大きくしてサイズ残して大会に臨みたいと思います。じゃあ来年ちょっとね勝負の年にしようと思って、本当に上位で争えるようになりたいと思ってますんで、もう今から頑張らないとなと思って、はい、食事もね徹底していこうと思います。またトレーニングのことや食事のことぜひ配信していくんで、動画高評価とチャンネル登録ね、お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。